もう少し待ってろよ。分かってる、腹減ったんだよな。まさかそんなもの食わせるつもりじゃねえよな。伊達さん、その子に食べさせるつもりならこういうのにしとけ。相変わらず無茶するな、お前さんはよ。あら、まあまあ。さあ、あら。落っことすなよ。そっとな、そっと。わかってるって。児童相談所の野尻だったか。うん、いろいろうるさかったが話をつけといたよ。赤ん坊に何かあっても俺が全ての責任を取るっつってな。そうだったのか。そしたらあいつこう言ってたぜ。なら私は何も知らない、今回の件は何も聞かされてないし病院にも行かなかったで通させてもらうってな。てめえの責任にさえならなきゃ子供のことはどうでもいいらしい。まあいつは最悪の特殊ケースだ。本人もいやいや人手不足の児童相談所に回されたらしい。何度も上に異動願いを出してるってよ。さっさと受理された方が子供たちのためだ。児童相談所で働く真っ当な人たちの名誉のためにもな。また面倒かけちまったみたいだな、伊達さん。いいさ、あのまま遥の子が野尻に渡されてたらと思うとその方がゾッとする。うちの鞘にもあんな頃があったよ。今じゃもうすっかり大人になって手がかからなくなったかな。鞘かホストに引っかかって大騒ぎしてたのがもう10年も前か。ああ、あの時が俺の人生最悪の時期だったよ。お前に助けてもらわなかったら今頃俺も鞘もダメになってた。俺な、キリュウ、お前にはまだあの時の借りを返しきれてねえと思ってるんだぜ。なら今日は伊達さんのおごりでいいな。それでも10年前のことはチャラだ。まさかな。そんなんじゃすまねえや。少し言いづらいんだが、やっぱり言わなきゃならねえよな。ん？はるかのことだ。はるかか。どうしたんだ、あいつに何かあったのか。実はさっき手術が終わってな、幸い一命は取り留めたんだが意識が戻らないんだ。この先いつになったら目を覚ますか医者にもはっきりしねえ。なんだと。一体どうしてこんなことに。なあお前、今日一日神室町で動き回ってたんだろ。遥かが姿消してた間のことで何か分かったことは。何もない。沖縄を出た後遥かが3年もの間どこでどう過ごしていたのか分かったことは何も。そうか、ならやっぱり手がかりはこれだけになりそうだな。うん、これは遥かの携帯に入ってた写真のデータだ。事故で壊れてた携帯から復元できたのはこの1枚だけだった。どこで撮った写真だ。この背景からじゃ分からねえな。いや、この画像データから GPS の位置情報が取れた。今時はそこから撮影場所の緯度と経度が分かる。この写真の撮影場所はな、広島だ。広島？ああ、
広島の尾道神外町の付近だ。それじゃあ、ハルカは沖縄を出た後、広島に。みたいだな。その後、どういうわけかまた神室町に戻ってきて、今日赤ん坊と二人して事故に遭った。ハルカが広島にいたのがどのくらいの時期だったのかはわからん。ハルトの父親が広島に。その男なら今までハルカに何があったのか、なんで今日神室町にいたのか、きっとその答えを持ってるはずだ。さてどうする、キリュウ。そいつから聞きたいことは山ほどある。だがその前に俺はハルカの親代わりだ。大事な娘に赤ん坊を産ませて、挨拶にも来ねえその若造に説教の一つも垂れてやらなきゃ気が済まねえ。明日広島に行く。ハルトも一緒だ。俺はあんまり賛成できねえけどな。ん？広島には陽明連合会がある。陽明連合会か。陽明連合会っていや、近江連合、東条会に次ぐ誰もが認める日本裏社会ナンバー3の組織だ。他の組織と手を結ぶことなく常に独立独歩、それでいて好戦的というわけでもない。一見すると穏健派に見える組織だが、敵が自分の島に足を踏み入れようなら手段を顧みず敵を駆逐する。あの近江連合でさえもただの一度たりとも戦争して勝った試しがない。ああ、広島には触れるなという話は昔兄貴分たちからもよくされたな。陽明連合会は天下を敬望せず、あの名将毛利元就と同じやり方で会長のクルス・タケルは広島という地を守り続けた。クルス・タケルか。当然お前も裏社会で生きているなら名前くらい聞いたことあんだろう。戦後に名を馳せたバクトであり、生ける伝説とまで言われる男だ。ああ、だが俺が東条会にいた頃から実際に会ったという話は聞いたことがない。陽明連合会は外部組織との交流が全くないため、極端に情報が少ない。警察でも昭和50年代以降クルス・タケルの行動を何一つ確認できていないんだ。生きているのか死んでいるのか、それすらわからないということか。生きてるとすりゃ100歳に近いはず。そんなジジイがどうやって広島のイケイケをまとめ上げているのか。組対4課の噂じゃクルス・タケルという人間はすでに存在せず、若頭の小清水というのが実質的なトップとして組織を動かしているという話なんだがな。とにかく広島は警察でもよくわからない謎だらけの危険地帯ってことか。そうだ。だからお前が足を踏み入れりゃ、場合によっちゃ東条会と陽明連合会との一大戦争の引き金を引くことにもなりかねない。今の俺は仇なんだ。どう動いたところで何も起きゃしねえよ。はあ、まあお前ならそう言うに決まってると思っていたがな。だってさ、俺が東京を離れている間、ハルカのことを頼むぞ。ああ、こっちは任せてくれ。言えば秋山のやつもついててくれるだろうしな。しかしな、あのハルカがあんな可愛い子を産むなんてよ、誰よりも本人がいつまでも眠ってらんねえって思ってるはずだ。ハルカは必ず目を覚ます。だからよ、キリュウ、それまでに必ずハルトの父親連れてきてやってくれ。はあ、
悔いだ。墓からも花桶からもひばりかな、小林一茶。この店はもうすぐ開くか？あ、まだ準備中なんですけど。あら、赤ちゃん、かわいい。一歳くらいかな。男の子ですか？ああ、な、ハルト。あら、パパ以外の人は嫌い？いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さんでした？孫？そうか、そういうふうにも見えるか。いや、それより店が開くなら一杯いいか？ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。キヨちゃん、なんならそいつは。お客さんでしょ。南雲くん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。ノー、あんたどっから来た？よそもんじゃろ。東京からだ。ほう、東京か。ほうかほうか。ほいじゃが、東京もんがこんな田舎に何の用じゃ。観光には見えんの。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。ちょうどいいのがあったから。
どう？気に入った？かわいいね。すまないな、ママ。いいのいいの。こんなかわいいお客さん、初めてだから。普段来るのは、ろくでもないのばっかり。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連のお客様に気遣いがないの。南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない。お仕事なら今しとるわ。うちの島に来る怪しいよそ者を監視しとる。おう、東京もん、名前は桐生だ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ。怪しいか怪しくないかわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほらもう行って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって。何見とるんじゃ。踊れ。酔って仇に喧嘩運が大したヤクザだ。なんじゃとこれ。表出ろ。あんたがいちゃ美人のママと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか。いいんだ。少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。少しの間ハルトを頼む。おーし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がったろ。ぶち殺したろ。この辺りでええじゃろ。ここなら誰にも邪魔されん。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしをキレさせた踊れが悪いんじゃ。死ねえ。行くぞこら。
わしをキレさせた踊りが悪いんじゃ。死ねえ。Thank you.
なんじゃと、このわしが。気が済んだか。踊りゃ、何もんじゃ。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに酔ってりゃ、素人にだってやられる。待ってや、こら！わしは広瀬一家の頭じゃ。今度会ったらただじゃすまんど、さっさと東京にいねえ。ああ